東京 FM 東京 FM時刻は4時31分を回りました。ここで東京 FM、ここで交通情報、前田さんです。中央道が故障車で渋滞しています。中央道の上りの烏山トンネル付近、小型トラックが故障で止まっているため9キロの渋滞。国立府中から高井戸まで1時間15分です。東北道の下り、栃木県の上河内サービスエリア付近も故障車のため2キロ混んでいます。首都高速道路は6号線上りの両国ジャンクションの手前で事故のため駒形までの渋滞です。羽田線の上り浜崎橋が先頭で勝島まで渋滞しています。一般道路は第一京浜の上りの品川区南大井で事故のため500メートルほどの混雑。駒沢通りは渋谷区恵比寿西1丁目で乗用車の火災のため上下線の混雑。川越街道下りの板橋区中丸町の事故の処理は終わっています。道路交通情報センターでした。道路交通情報センターの前田さんでした。前田さん、ちなみに願い事って何ですか？そうですね、笑顔の人が多くなりますようにというのと、個人的には贅肉が落ちますようにですねありがとうございました。交通情報、次は4時55分頃お伝えします。